にちは。今日もご覧くださってありがとうございます。インストラクターの大江です。またいつもの通り私のマイルーティンよりスタートをさせていただきます。ほうということで、皆さん今日もご覧くださってありがとうございます。皆さんご覧くださるおかげで私は今のところ毎日動画配信続けることができてます。ありがとうございます。この動画を通じてみんなが明るく元気にピュアに、そして生き生きワクワクと毎日が過ごせたらなと思ってるんですよ。だってですね、体を動かすと体にも心にも脳にもいいんです。なので一緒にこの動画を通じて動きましょう。みんながつながってるなと思うと、楽しくワクワク動くことができると思います。ね、皆さん話は分かりますけど、ちょっとこのところ寒くなってきましたね。寒くなってくるとですね、寒さに負けないように体が皮下脂肪を蓄えようとしてしまうんですよ。でも体を動かすことによって体の中から熱を生み出して体脂肪を上げて元気はつらつ免疫力もアップしておきましょうってことなんです。実際にですね、運動している人の方が免疫力が高くって、病気になってもですね、軽症で済むってことが多いようなんですね。そういうふうなデータも出てます。はい、ということでですね、今日もたくさんいろいろ覚えていきたいと思います。短時間で効率よく全身をほぐし、整え、引き締め、そして循環よくしていきたいと思います。ちょっと音楽をかけていきますので、皆さんこのようにタッピングをしてください。そして顔を動かします。顔というかですね、口を動かして顎の関節などを緩めましょう。さあ、どうぞ。タタ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 タパ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 タタンタタンタタタタ。はい、ちょっとジャンプ。タンタタタタタタ。手をつけます。タンタタタタタタ。ジャンジャンジャンジャラジャラララ。繰り返します。タラタタタタホッホー。タタンタタタタジャンジャン。伸び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 動きましょう。ほっとっと変えますね。足歩くだけ、歩く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 、骨盤から前に移動しましょう。はい、キュッキュッキュッ。はい、1回2回3回キュッキュッキュッ。もう一度、1回2回3回キュッキュッキュッ。はい、1回2回3回。ちょっと変えます。足を前前前前、ポンポンポン。反対、前前前、ポンポンポン。はい、上です。はい、ポンポン。伸び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 、ポンポン。さあ、脇腹気持ちよく伸び伸び。皆さん足を前、歩く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 、ツイストしましょう。反対です。歩く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 の変化、前前前と後ろ、前と後ろ、開いて閉じる。はい、前と後ろ前と後ろ前と後ろ。はい、そして1234、反対です。12、体側を気持ちよく。さあ、4、もう一度繰り返します。1234、伸び伸びします。1、お腹しっかりします。234、横です。12、足を引き締めましょう。34、はい、ぐわーっと向きを変えます。はい、行きます。1234、そして足の幅を広くして堂々と、2番、伸び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 、ウエスト足を気持ちよくです。うーわー、堂々とこのまま沈みますよ。はい、脇腹と足を気持ちよくです。そして向きを変えましょう。ふっとお腹でバランスをとります。両足を後ろ、しっかりお腹で支えて前移動します。はい、おーっと伸び伸びします。ふわーっと息で吐きましょう。ふっとお腹を持ち上げます。
そして手と足の距離ちょっと近づけながらぐーっとお腹を押し上げましょう。うわー、はい、片足を曲げて胸ちょっと持ち上げますね。反対、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、ちょん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 、起こします。うわー、ほっ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 、シッ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 、はー、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。短時間で全身をバランスよく動かしてストレッチ引き締め循環を良くしました。寒さに負けない体でいましょう。今日もご覧くださってありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。大家でした。